今日紹介するコレクションはこちらです。以前もですね紹介しました東京トライブ2というですね漫画があるんですけれども、それのコレクション動画の第2弾もちょっとやってみたいなと思って今日はご紹介していきたいと思いますが、はい、どん。これはですねこういう東京トライブという井上サンタさんが書いている、ストリート系のですねまあ漫画なんですけど、こんな感じになって、今じゃまあ考えられないような、過激なシーンがですねこういっぱいちらっと出ているんですけど、その第2弾に登場したキャラクターたちがですねこういう感じで、ラインナップされてる、キューブリックの、おもちゃになります。これをですね持ってるだけ紹介していきたいと思います。ちなみにですね、東京トライブ2前回紹介したんですけど、これが1というか一番最初のやつで、こういうですね、東京グラフィックっていうアートの漫画もあるんですよね。これも非常に面白いです。そして今、連載、もう終わっちゃったのかな?これがですね、最新版の東京トライブのワルっていうグループが活躍する漫画、これがですね一番新しい漫画になって、これもめちゃくちゃ面白いです。はい、そしてですねキューブリックがこんな感じでいっぱい持ってるんですけど、これを今一個ずつもう開けちゃって見てみたいと思います。まずはこいつですね。はい、今開けました。これが主人公のカイっていう少年っていうか青年ですね。バット武器持ってます。おー、めちゃくちゃ可愛いですね。ちゃんと書いてますね。このキューブリックのシリーズはいろんなものが出てると思うので、集めやすいですよね。で、このダウンジャケットがこの人特徴なんですけど、これの中に猿っていうチーム名の、T シャツ着てますね。はい。これが一番最初のキャラクターでした。はい、二体目はですね、こいつですね。これは、猿クルーって書いてて、誰なのかちょっとわかんないんですけど、おそらくゴンドーぽいんですよね。ヒゲが生えてるので、これに帽子がついてたのでかぶせることができます、これは T シャツがここまでかかっちゃってるので、可動があまりできないですね。腕があまり前に行かない。でも血のパンちゃんと入ってますね。これが2体目でした。よいしょ。3体目はこの人です。はい、ルッキンフォー。これはですねハシームと呼ばれるキャラクターで、アフロヘアが特徴ですね。あとはこのですね、服なんていうのかな、ラグビーシャツじゃないけど、フットボールシャツのようなこういう緑のですねシャツ着て短パン、が特徴ですね。はい、まあこれだけじゃわかんないと思うんですけど、スニーカーの、まあアディダスの、スーパースターのようなものも入ってます。劇中ではですね、この主人公のカイと一緒に活動する仲間ですね。はい、いいですね、このラインナップは。はい、4体目はこの人です。はい、これもですね、カイとハシームと一緒に行動する書記長っていう、キャラクターですね。このキャラクターの特徴は何と言っても、はい、このメガネなんですけど、ご丁寧にこうブリスターに入っています。し
かりとブリスターに入っていって折れないようになってますね。細かい。おー、すごい。ちゃんと。わ、折れそうだな、このメガネ。ちょっとかけれるかな。よいしょ。かけてみましょう。あ、全然かかんないで。かかんないんですけど。まあ、あ、ちょっとかかりました。はい。こんな感じでですね、この、よいしょ。サングラスというかメガネが特徴なキャラクターで、うん、ボーダーのシャツいつも着てるんですよね、赤と白、うん、はい、しっかりメガネもかけておりました。4体目です。はい、5体目はこいつです。すいません、さっきこのサルクルーをゴンドって紹介したんですけど、こっちにゴンドいました。うん、はい、これがですね、サルのちょっと特攻隊長のような暴れん坊ですね。ゴンドっていうキャラクターで顔に傷がついてますね。これが特徴で、はい、サルクルーと違って黒い T シャツになってますね、うん、あとこっちは星のマークで、こっちは普通のサルって書いてます、うん、これもラインナップされるとちょっとテンション上がりますね。はい、あと手にバンテージ巻いてますね。怪我してたんで。はい。そして、6体目は、はい、もはや、ここで登場しなくてもいいんじゃないかっていう、警視庁って書いてる警察官のキャラクターが入ってました。うん、こんなのも、この作品じゃなくてもいいんじゃないかって思うんですけど、まあ、劇中でね、警察とかも登場するので、この警視庁には盾がついてますね。シールドがついてて、これをよいしょ持たせるとこんな感じで、唯一なんかこう装備品が多いですね。ヘルメットだったりこれ、うん、はい、こんな感じでですね、よいしょ、キャラクターが揃ってきました。そして最後に、よいしょ、女性のキャラクターでスンミっているんですけど、こいつだけちょっとどっかに行ったか見当たらなくて、すいません、ご紹介できなかったですが、こういうですね、可愛らしいキャラクターが揃っておりました。今日紹介したコレクションはですね、東京トライブ2、まあ1や2ですね、に登場したキャラクターだったり、まあ本はあんまりこう中まで紹介できないですけれども、コレクション動画の2を紹介してみました、うん、これはですね、非常にやっぱり思い入れのある作品で、うん、今見てもグラフィックが綺麗だしおしゃれだし、うん、仲間との友情とかがすごい痛々しい描写もありますけど、とっても楽しい作品になっておりました、うん、まだまだこの単行本もここで発売される、4巻多分まだ出てないと思うので、これも楽しみにしていきたいと思います。映画にもなってるので、そっちもですね、うん、ご興味のある方はご覧になっていただければと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。セバねー。